さんこんにちは。内科とお忙しい中をこのように大勢の方にお集めいただきまして誠にありがとうございます。今日はですね、大石久和先生に講演いただきます。実は、八手間衆議院議員とはさまざまな形で意見交換をさせていただいております。ありがとうございます。ご紹介いただきました大石でございます。ぜひ、八田川先生のご指導のもとにですね、主権者の皆さん方は大いに国民が豊かになる政策がこの国で実現されるように頑張っていきたいと思いますし、頑張っていこうではありませんか。野党第一党の側に立って緊張感のある政権交代可能な二大政党制を目指して共に歯を食いしばっている同志中の同志であります。私は国葬にも出席をしました。自分の人生観から元総理が元総理の葬儀に出ないというのは自分の人生観から外れるということを申し上げましたけれども、じゃあ私の人生観とは何なのかということがにじみ出る追悼演説にしたかったと。これで党派を超えて同僚だった議員の在りし日を偲んで、そして哀悼の誠を捧げるという意味を皆さんと確認できたと思いました。本当に今日長い間このように多くの方に最後までお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。改めて今日こちらにおいでになりましたことを心から御礼申し上げまして、私の謝辞といたします。